どうもー、自己紹介します。ペコパの商品ジータヒルス、そしてこちらがどうもシュウペイです。お願いします。いやー、突然なんだけどさ、シュウペイさん、はい、いやもうすぐシュウペイさん誕生日じゃないですか。はい、だからちょっとなんか欲しいものとかあったりするのかなと思って。欲しいものか、去年は自転車だっけ。去年自転車ですね。去年自転車、はい、今年はね、車ですね。いや、買えるわけねえだろって言うけど、ギリいけるのかもしれない。いや、無理だよ。何言ってんだよ。車なんて無理に決まってんだろうがよ。いや、だって欲しいものって言ったじゃん。いや、そうだけど、車なんて買ったら、それ今度俺に対してお返し大変になっちゃうから、それはお互いウィンウィンじゃないよ。なんだろう、はい、これ今、全く打ち合わせしてません状態でやってますよ。大間のマグロ。いや、マグロ釣ってこれるよって人、俺が釣れるわけじゃねえんだよね。え、そんな高いマグロ無理だよ。1本だっていくらすると思ってんの、あれ。あ、嘘。そうだよ、500万ぐらい。いや、高すぎるよ。もっと高いんじゃない。いや、無理に決まってんだろ。いいけど、残高を見てみよう。やめろよお前。やらしいな。もっとその、もっと、なんだろう、そんな大きい規模じゃなくて。ああ、なるほど、大きい規模じゃない。まあ、ちっちゃいのでもいいんでしょ。そう。あ、じゃあ、こすったら願いが叶うと言われる魔法のランプがいいな。いや、それどこに売ってるか知ってるよって人。欲しい、それ。いや、ジーニーになってくれれば願い叶えてくれるでしょ。いや、無理だから、そういうのは。え、なんかもうちょっと。ちっちゃくしたじゃん、今、規模。現実的なやつですよ。現実的なやつ。そう。現実的なやつ。はい、なんか俺もちょっと人の誕生日って何かっていうとか結構苦手な問題ではあるからさ。ああ、なるほどね。はい、なんか、まあ、言ってくれた方が楽なんだよ。ああ、なるほど。はい、うん、まあ現実的で言ったら別に物なんていらないですよ。そういうくれるっていう気持ちだけで僕は十分です。マジ？はい。いらないの？いや、なんか得したみたいな顔やめてもらって。ええ、してないの？そんな顔してないだろ今。いや、そこで今、いや、なんとかかんとかとか、なんか言ってるくれんのかと思ったら、いやいや普通に、え、マジ？あ、いいんだ、分かった、みたいな。いや、そんなことしてないじゃん。え、ちょっと肩透かし食らったっていうか。いや、気持ちがあるから。じゃ、ちなみにもし今の言ったら、どういうふうに答えてたの？いやだった。いや、気持ちだけでも嬉しいけど、なんか買わせてほしい。そう言ってほしかった。あ、すごいすごい。え、いいの？じゃあもう、違う。買わせていいじゃん、みたいな。違う。リアル。いや、違う。人間の部分でさ、悲しい。違う。で、そのね、いや、もちろん気持ちはあるから、今こうしてね、YouTube を、シュウペイさんドッキリやってるわけだから、うん、はい、なんかあればね、準備しようかなと思ってるんですけど。あ、本当ですか。はい、本当に何も考えてなかった。本当に何も考えてなくて、はい、ボケしか出てこない。いや、ボケの中に正解があるのかもしれない。今のところ車と、マグロと魔法のランプ。うん、その中から行っちゃうよ俺。あと氷8キロ。氷8キロは多分一番安い。氷8キロ欲しいですね。本当に氷8キロ。どうすんの氷8キロ。ペンギンを連れてきて遊ばせる。ペンギンは自腹です。ペンギンは友達だから、ペンギンは。あ、ペンギン友達だから。ペンギン友達だから。今のとこやったら多分氷8キロになる。氷8キロ。うん。ちょっと勘弁してほしいな。本当にないんだよな。欲しいものが。本当に何も浮かんでない。いや、売れたなとか言って、物欲がそもそもないので。でも難しいよな。だこれ多分見てるね、方ももしかしたら、まあ、やらしい話ですよ、もしかしたら誕生日プレゼント何欲しいのかなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないです。こんな動画上げたら本当に車送ってくれるんですか？いや車は本当に4台までは受け付けます。なんでだよ。いいのかよ。いや、大丈夫です。でも本当に別に欲しいものが本当にないので、本当になんか気持ちで大丈夫なんですよ本当に。どうかお前。あともう僕になんかこう使って欲しいっていうものがあれば本当にありがたく使わせていただきます。じゃあ分かった、俺、シュウペイちゃん、俺が選ぶよ。俺、サングラス買ってあげるよ。おー、サングラスか、サングラスを、俺ちょっともらう予定あるんで。いや、もうええわ、じゃあ買うか。だから車じゃあ無理だっつってんじゃないかよ。車をどうにか買ってもらうように頑張りたいと思います。無理だっつってんじゃないかよ、はい、絶対無理だね。また続きは、はい、車買ったで、はい、車買ったの動画あげるわけねえだろう。シュウペイ松陰寺に車買ってもらうで、トンネルさん見たもん。行きたいと思います。はい、というわけで今日は急にお疲れでした。ありがとうございました。いや、本当ちょっと決めてなかった。これまたやろう。やりましょう。